これもやる。こんにちは、佐藤です。よろしくお願いします。渡辺さんも浜田さんも、それからあのマリナーズさん。マリナーズさんは2年前の、あの下でアコバレやってるのを見てますから。ありがとうございます。で、ね、渡辺さんも浜田さんも知り合いになっちゃって、そのきっかけはあの羽生さんが作ったなチャレンジコンサートでしたっけ。そうです、ね、うん、あれからすごい人のつながりが出てきちゃってね、こんなところにも出させていただいております。よろしくお願いします。一つ目はそのチャレンジコンサートの最初にやったあの月の祭りというやつをやらさせていただきます。
次も手拍子ができたよ、大丈夫。ウイスキーの小瓶という歌です、お酒飲めないんですけどもウイスキーの小瓶という酒飲みの歌を歌いますので、いきます。ありがとうございました。